レノファ山口 FC 吉光選手です。今日はプレー中何度も吉光選手のセーブが光りましたね。ありがとうございます。どこか印象に残っているプレーありますか？そうですね、後半のトゥーリオ選手のヘディングシュートを、弾き出したところですかね。はい。今日は3試合ぶりの勝利となりましたが、試合振り返っていかがですか？そうですね、チーム全体でしっかり守って、で、そこからショートカウンターというところで、しっかり意図したことができたのかなと思います。吉光選手自身今後に収穫となったプレー、部分どういったところだったでしょうか？そうですね、やっぱりこういう苦しい試合っていうか、攻め込まれた試合でしっかり勝ち切れるっていうところはやっぱ、僕も収穫になりましたし、チームとしてもすごくいい試合だったのかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。